ドイツフライブルクイム・ブライスガウでのコンサートドラムタオは、大分県武田市九十町を拠点に活動するは、太鼓演奏グループ。タオとも言う、世界で通用するエンターテイメントという目標を掲げ結成された。和太鼓を主体に、忍え、奏などによる演奏や盾などのパフォーマンスを行っており、2019年12月現在で26カ国。 500都市で合計800万人を動員している。また、タオエンターテイメントを設立し、国内外公演のマネージメント、広報、デザイン、映像制作などを行っている。2000年、阿蘇九十国立公園内に、大小3つの稽古場、トレーニングジム、スパ、ゲストハウスなどの複合施設を備えた4万平方メートルのタオの里を建設。2009年に、 2000人収容できる稽古場、県野外劇場、赤兜を建設している。2009年、エンターテイメントとラーメンの融合や、日本のかっこよさを世界へ発信することを歌い、ラーメンチェーン、博多一風堂を運営する力の、源のカンパニーと、タオエンターテイメントとが、共同会社、タオ一風堂パートナーズを設立。2010年には国内外にコラボショップを、 開店している。ふとし文字は現在開催中。ありがとうございます。